それでは和歌山県久戸山町にある桑楽というお店の柿の葉寿司食べてみようと思いましてこちらの方に来ましたこの柿の葉寿司ですねすごく人気のあるような寿司だったのでどのような味か気になりまして購入してみようと思います寿司はですねサバ、鮭、鯛、たい、しいたけというふうになっています 寿司の数ですけれども6個入りタイプと9個入りタイプのものが選べる感じになっていました今回は6個入りのタイプを購入しまして鯖1鮭1大いが2しいたけ2というふうな購入の仕方ですまずしいたけですけれどもこのように肉厚の椎茸たけと、えー、冷えたご飯なんですけれども ちょうどいい味付けのしいたけでご飯によく合う感じですごく美味しかったです鮭もこのような見た目で脂も程よくのっていて美味しいなという印象です鯛で,ですけれどもこちらはちょっと、うん、甘酢で味付けしてあるようなんですけれどもちょっと鯛の臭みがあったかなという印象がありましてうん魚好きな方は 大丈夫だと思うんですけども魚苦手だなっていう方はちょっと臭みが若干気になるかなと思いますですけれどもそれほどあの臭くて食べれないっていう感じではなくてうんちょっと匂いがあるかなっていう雰囲気がある程度なので大丈夫だと思いますサバの寿司に関してはちょっと私はですねあの味苦手なので食べなかったのでわからないですけれども 程よい甘酢の締め方で美味しく仕上がっているということなのでサバ寿司も結構人気あるようなのでサバ好きな方はぜひ食べてみてくださいお店の雰囲気ですけれどもこのようになっていて店入るとですね正面にこのような感じで工場っぽくなっていてここでお寿司を作っているようですはいでベンチなんかもありましたので人があまりいない時であればちょっと腰掛けて少し あのお寿司を食べてそれで帰れるという感じかもしれませんはい、で周りにはこのような感じでアジサイの花なんかも咲いていて植物もあって綺麗でした駐車場なんですけれどもお店の目の前にあるんですがあの端に止めるとこの建物の影とかになって結構あの出たり入ったりする時に見えにくかったりするので あの出発するときなどは少し車をゆっくり出して注意しながら出るといいのかなと思います、はい、このような感じの場所で,で下の方に駐車場の裏側の方に川なんかも流れていて川のせすらぎも聞こえてきて、うん、あのすごく良かったです今回の柿の葉寿司ですけれども一番気に入ったのはしいたけですねこのしいたけがすごく美味しくて良かったのでもし 椎茸好きな方はこの椎茸寿司チェックしてみるといいと思いますで大きさなんですけれどもだいたい2口ぐらいで食べれるようなサイズ感になってますので、えー、たっぷり食べたい方は6個買って1人で全部食べるというのもいいと思いますちょっとだけ食べたいなという時は6個入りとかを購入して、えー、いくつかですねあのシェアしながら食べるというのもいいと思います 今はですね柿の葉寿司食べましたのでこのあと高野山の方まで行きまして次にお昼としてごま豆腐人気があるようですので高野山でごま豆腐食べようと思います次の動画で紹介になります